よう皆の者、達者でやっておるか。前田刑事だ。奥村助右衛門だ。今日もよろしく頼む。助右衛門よ、今日はどんな話をするのだ。今日は遊郭と遊女について話そうと思う。俺も遊郭と遊女については語れることも多いかもしれん。そうだな、遊郭の成り立ち、遊女が活躍した場所や武将と遊女の逸話を話すなんてどうだ。うむ、そうしようか。まず我らの時代では遊郭のことを傾城屋と呼んだのだ。遊女のことも傾城屋、遊び目などと呼んでいた。傾城屋は京のあちこちにあったな。この頃からすでに傾城たちのことは源氏名で呼んでいたぞ。店に入ったら傾城たちが集まってくるゆえ、気になった者がいれば杯を渡すのだ。まあ俺は皆で歌舞音曲を楽しむのも好きだがな。うむ、このように繁盛しているであろう傾城屋だが、税金の対象だった。傾城の局という税を徴収する部署があってな、室町幕府の頃は公家の小掛が傾城の局の権利を持っておった。幕府が小掛から取り上げた領地の代わりとなったのが傾城の局だった。時が進むと信長公が京で権力を持つに至り、その時小掛に領地を戻し、信長公は傾城の局を引き継いだのだ。信長公は税による収入が得られるようになったのだな。ただ今の世でいう政府公認の傾城屋は秀吉殿が始まりだ。天正17年、ちょうど景勝殿が佐渡を平定した頃だが、京の二条柳町に傾城屋が集まる町が作られたのだ。いわゆる花街だな。一箇所に傾城屋を集めた方が土地の風紀や治安が守りやすいという秀吉殿の都市計画によるものだ。徳川の時代になると二条柳町から六条三筋町に花街を移動した。これが後の島原だ。有名な花街の礎を作ったのはこの頃だったのだ。だが時代が新しくなるにつれ、傾城屋の規則は厳しくなっていくことになる。では時を戻そう。我らの時代だとそもそも傾城はどのようなところに多かったのであろうか。さあ皆も考えてくれ。今の世では意外に思うかもしれんぞ。正解まで3つ、2つ、1つ。では正解だ。交通の要所のため人が多い港や有名な寺院周辺に多かったのだ。寺院の周りに花街は意外かもしれんな。まあ人の集まるところに傾城ありだな。俺も加賀の円珠屋や京の揚げ屋でよく遊んだものや、秀吉殿の兵士に取り囲まれたこともあったが、あそこは女の城とも言えるからな。女たちも兵士を相手に一歩も引かずに追い返しておったわ。なんともいい女がたくさんいてな、楽しかったのよ。人が集まるといえば戦場にも傾城はあった。個人女郎だ。中には尼を装って戦場に客を求める者もおったぞ。ちなみに家康殿の側室お亀の刀が元は御陣女郎だったと言われておる。それは大出世だな。室町の頃より傾城が武将や公家の愛称になることは珍しくないからの。そうだな。だが中には女遊びに厳しい武将もいた。藤堂高虎殿は厳しいと言われる逸話がある。高虎殿の家臣2名が傾城屋通いで破産してしまった。そしてこの2名は追放処分となったそうだ。高虎殿は女遊びをする者は役に立たぬと言い放ったらしい。この辛辣な言い草は耳が痛くなるのではないか。はあ、聞こえませんな。まあ何事にも限度というものがあるからな。時に皆は怖い話は大丈夫であろうか。苦手なものはしばしの間気をつけてほしい。55人ぶちを知っておるか。今の世では花魁ぶちと言われておるらしいが。ほう、何故55人なのだ。淵に沈められた傾城の数だそうだ。なんだと、とんでもない話だな。武田家の隠し金山の一つに黒川金山がある。多くの労働者がいたのだが、甲府を相手にする傾城もたくさんおったのだ。武田はそこから多くの軍資金を得ていたのだな。ああ、だが武田氏の滅亡とともに兵山の運びとなった。そこで金山に関わる全ての情報が漏れないように傾城らを口封じとして淵に沈めて殺したという話だ。それも傾城全員が歌舞を披露している時に傾城がいた縁台を淵に落としそこに沈めたのだ。むごいな。
下流の村には流れてきた傾城らを供養する祠がある。ただこの話は謎が多く真相は不明だ。今の世では立ち入り禁止の神霊の名所となっているらしい。場所が場所だけに危険な上、立ち入り禁止というところには絶対に行かぬようにしてほしい。傾城の話で思い出したのだが、出雲のお国を知ってるかい？ああ、謎が多い人物だが有名であるな。知っておるぞ。傾城はもともと傾城や調べ吉という放浪の芸能者が性を売りにするところから始まったと言われておる。そしてお国も性を売りにしていたのではないかという話だ。慶長の頃、つまり戦国時代の終わり頃に初めて歌舞伎踊りを誕生させたのは芸達者で有名であったお国殿だと言われておるな。ああ、歌舞伎踊りはお国が演じる歌舞伎物の男主人公と男が演じる茶屋の女が戯れるという大人向けの演目だ。今の世で言う R18 というやつか。これが巷で大受けでな。お国の歌舞伎踊りを真似する傾城の石座が続出した。傾城は女人だけであろう。女人同士の絡み合いだったのか。そうだな。政宗殿などは傾城を呼び、この歌舞伎踊りを家康殿の前で披露したらしい。それを見た家康殿は大層機嫌が良くなったそうだ。政宗殿はいい意味で世渡り上手だな。あの政宗殿だぞ。俺と殴り合った頃の政宗殿が歌舞伎踊りを楽しむなんて想像しがたいよな。そしてこの話を聞いた加藤清正殿が肥後にお国を呼んで歌舞伎踊りをさせたんだ。だがこれは清正殿の計略だった。何でも清正殿が武の道を忘れ遊びに夢中になっていると家康殿に思わせ油断させようと考えたそうだ。清正殿は秀吉殿の子飼いの家臣であり、静ヶ岳の七本槍の一人だ。豊臣と徳川の間で複雑な立ち位置であったから気苦労も多かったことであろうな。そうだな。でもまあこの時のお国の開演は大層好評だったようで、武士も町人も皆押し合って見てたそうだ。皆清正殿に感謝したことであろうな。しかしその歌舞伎踊りが元となり、江戸の時代を経て発展していき、今の世の歌舞伎となり、今では世界中から認められた文化の一つになっているのはすごいことだな。はあ、俺の目は間違っちゃいなかったということだな。抜かせ。よし、ではスケモンよ、今日は久しぶりに加害で歌舞音曲を楽しみながら飲むとするか。ああ、楽しみだ。では皆の者、また会おう。